アイドル水のさらに痩せるレシピ秋バージョンを実演を交えてお伝えしていきます。今からですね、このアイドル水のその材料と作り方と効能、そして最後実演を交えて作り方ご紹介していきますね。ぜひ最後までご覧ください。ではまずアイドル水、飲むだけで痩せると言われているこのアイドル水なんですけれども、基本のレシピはこちらです。材料、天然水 500ml、 そして緑茶のパックが1袋、そしてレモン果汁が大さじ1杯、そして最後に蜂蜜が大さじ1/2杯なんですね。でこちらはよく他にもあるレシピで、この甘味料が、ね、白砂糖になっているバージョンもあるんですけれども、私は微腸活、腸活の観点から言うと白砂糖はおすすめいたしません。なぜかというと、あなたの腸内でデブ菌と呼ばれるその悪玉菌の餌ですから、そういったデブ菌が好むものをこうわざわざそのダイエットのドリンクに、ね、入れるのは私はおすすめしないんですね。その白砂糖を取ってしまうと結局デブ菌が増えるわけですから、あなたはその痩せる体質にはなれない。逆に私がおすすめするこの蜂蜜は、痩せ菌と呼ばれる善玉菌の餌になってくれるオリゴ糖がたっぷり入っておりますから、私のレシピは白砂糖ではなくってこの蜂蜜を使っております。でまたここでアイドル水についていろいろ皆様からねご質問いただいたんですけども、先生緑茶のね味が苦手ですとか、カフェインはね控えたいですというお声が多かったんですね。そこで私が考案した別バージョンレシピはこちらです。緑茶のパックの代わりにルイボスティを使うバージョンがあるんですよね。でこちらはルイボスティの場合はですね、蜂蜜を大さじ1ちょっと増やしておりますけれども、なぜかというとその、ルイボスティの方が緑茶と比べて、脂肪燃焼効果が、高いということで、カロリーをね一生懸命、燃やしてくれるわけですから、蜂蜜は少し多めに書いてますけれども、別に1/2でもいいですし、中にはその蜂蜜入れなくてもいいですかっていうご質問もあるぐらい、わざわざ蜂蜜入れなくてもいいです。なければなしでいいんですけども、ちょっとそのやっぱり蜂蜜の、ダイエット効果もありますから、その点をちょっと復習していただきたいんですが、ビタミンとミネラルが豊富なんですね。要するにあなたの栄養バランスが整うわけです。その栄養バランスがちゃんと整った土台のお体でダイエットをしないと、あなたがどんなに食事制限を頑張ったとしても、きつい運動をもういくら頑張ったとしても、その痩せる体質になれないですよね。なのでそういった点でも蜂蜜は有効。またアミノ酸が入ってますか、脂肪燃焼効果も蜂蜜自体が持っていますし、あとビフィズス菌、腸の環境を整えてくれる、善玉菌ですよね、も入っていますし、あとポリフェノールも豊富なので、その活性酸素も除去してくれるというお体にいいことづくめなんです。なので私は、いろんな甘味料あるんですけれども、おすすめは蜂蜜ですよとお伝えしております。ここまで大丈夫ですか？あとこの使うお茶のね効能なんですけれども、これもまたやっぱり痩せる要素がいっぱい入ってるんですよね。ちょっと変えていきましょう。緑茶とこのルイボスティ自体もやはり脂肪燃焼効果があるんですね。じゃあまず緑茶から、こちらです。緑茶は脂肪燃焼効果がある。なぜかというとこのポリフェノールが多く含まれているからなんですよね。そして血糖値をその下げてくれる役割もある。太る原因って何だと思いますか？いろいろあるうちの一つが、急激にあなたの血糖値をこう上昇する食べ物を食べるから、結果脂肪を溜め込みにくくしてしまっているんですよね。じゃ逆に言えば、その血糖値が緩やかに上昇してくれれば、あなたの体内でその脂肪を溜め込む速度がですね、割合が低くなっていくわけですね。なのですごく大事です。もういかに血糖値を急上昇させないかというのもダイエットの鍵になってくるわけですね。そこでその緑茶が緩やかにその上げてくれるわけですから、もうダイエット向きのドリンクなわけですね。でまたコーヒーに比べるとカフェインが少なめなので、やはりおすすめです。カフェインをですね取りすぎてしまうと、やはり腸内環境にもすごく悪い影響出ますし、いつもこうスイッチオンに体がなってしまうと、やっぱ疲れてしまうんですよね。本当は休みたいのに頑張れ頑張れってこう鞭を打つようなものですから、やはりもしあなたが疲れていて、その
まあ、代謝が落ちたりですねした時やっぱカフェインは控えた方がいいですよ。そしてこのカフェインが気になるわっていう方は、もしくは緑茶が苦手っていう方はこのルイボスティーが私すっごくおすすめ。私もそうなんですけど、あの私の娘もどっちが好きって言われたらやっぱルイボスティーバージョンのアイドルスの方が私好きなんです。味がね好きなんですよね。でまたノンカフェインですから腸内環境には負担かけませんし、またこの脂肪燃焼効果が非常に高いのと、私の娘もそうなんですが若干やっぱり貧血気味なんですよね。なのでこの非ヘム鉄、植物性の鉄分も取れますから、特に女性の方はおすすめです。あとはデトックス効果があるので、もうどんどん老廃物を出してくれるドリンクですから、体内に溜まってしまったその余計なものをどんどん出していくと、お体の中がきれいになって、結果痩せ体質、血液がきれいになって痩せ体質になることができるんですよ。さあまずは、今までの甘味料とそのお茶のダイエット効果をお伝えしていきました。では今から早速実際に作っていきましょうね。で私が最初この動画を通じてこのダイエット向きのこのアイドル水をお伝えした時期っていうのは結構ね暑い時期だったんですよね。でその時は普通にあのお水で、常温のお水が、まあ、冷蔵庫に冷やしてということで、ただし冷たいのは飲みすぎてはダメですよってお話ししていたんです。で今回お伝えしたいのはその秋バージョンということで、まあ、秋冬に向けてですね、あなたのお体がやっぱりまたね変わってくるんですね。なのでもうとにかく、まあ、夏場もそうなんですけれども、あなたの腸を冷やしてはダメです。冷やしてしまうとその腸の蠕動がこう止まってしまったり、腸のその動きがこうダウンしてしまいますから、結果その太ってしまうんですよ。これは本当に気をつけないといけないですね。なので例えばあなたのお腹を、まあ、おへその、まあ、下あたりとかですねをこの素手で手のひらでこう触れてみてください。明らかにお腹が冷たいなって感じた場合、もうあなたの腸は完全に冷えています。なのでもうとにかくですね、お腹触っていただいてチェックしてくださいね。お腹冷えてないかな、冷えていてはいつまで経ってもやはり痩せ体質になることができないですよ。そこで私が今からお伝えしますこのアイドル水のさらに痩せることができるレシピご紹介していきたいと思います。では材料ですね、先ほどお伝えしたお水 500ml とレモン果汁と蜂蜜と、まあ、緑茶でしたよね。でこの作り方ですとこちら貼っておきましょうね。今回は緑茶バージョンに作っていきます。もちろんルイボスティーでも全く作り方一緒ですのでご参考にしてくださいね。はい、では今からあのポイントはですね、あなたのお体をこう温めることイコールアイドル水をホットで作ることなんです。もうどうしてもっていう時は常温でもいいんですが、もうこれから秋冬になると常温って言っても冷たいんですね。腸にとってはもう大敵イコールダイエットにとってお体の冷えはもう大敵ですから、せっかくのダイエット成功させるためにはこのアイドル水飲んでいただきたいんですけれども、温かいホットで作りましょうねということです。では早速測っていきましょう。こちらですね、阿蘇の天然水買ってまいりましたが、こちら 550ml 実は入っていてちょっとお得な気分ですけれども、一応レシピが 500ml なので500測っていきたいと思います。失礼します。じゃあ計量カップに500入れます。1カップがこちら200なので1杯2杯と半分ですね。で、まあ、大体でいいです。50ml ぐらいね変わらないんですが、ここでは一応きっちり500測ってちょっと残ってます。そして今回はホットですから、これをお湯にしていきます。ちょっと火というかこの電気ポットなんですけれども、ちょっとかけていきます。失礼します。はい、戻りました。ではお湯を作っている間にあと分量なんですけれども、あなたのご自宅にそのアイドル水をこう保存する容器なんですが、こちら別の動画でもお伝えしてるんですけれども、レモン果汁を入れますから、これ酸性のドリンクなんですね。で酸性のドリンクを金属製の魔法瓶にこう長期保存してはダメです。なぜかというと金属がですねこう溶け出してしまう、まあ、リスクがあって、いろんなそのお体の不調が、ね、出るって言われてるんですね。なので今からと持ちますね。
はい、こちら耐熱容器の、まあ、こちらガラスのポットなんですけれども、まあ、コールド、ホット、まあ、専用のものもあるでしょうし、またそのちょっと熱湯で作りますから、何か別の容器に作った後に少し冷ましてからの、まあ、別の容器に入れるっていうのも OK ですし、またどうしてもこうわざわざお湯で作れないっていう方は、一旦作ったアイドル水冷蔵庫から出しますよね。それをあのマグカップに注いだ後、電子レンジで軽くチンしてホットにされてもいいと思うんですね。とにかく冷たいままで飲んじゃダメですよということです。じゃあ別の材料を測っていきましょうね。では今から緑茶パックを入れます。こちらですね、私今回煎茶を準備しています。お茶の葉っぱもですね、いろいろ皆様からご質問いただいたんですけれども、先生抹茶入りの緑茶パックでもいいですかとかですね、可愛いご質問いただいたんですが、いいです、抹茶入りでも良いので、 できればそのこちらも別動画でお伝えしてるんですけど、ペットボトルのお茶は使わないでくださいねっていうこと。ペットボトルのお茶、裏の原材料見てみてください。緑茶とビタミン C ってね、もう必ずほぼ書いてあると思うんですね。でこのビタミン C っていうのはくせ者で、これは天然のビタミン C ではなくて人工のビタミン C ですから、お体にすごく害があります。なので私はこういうふうにちゃんと手作りのお茶の葉から作ってくださいねとお伝えしております。そうしないとあなたの腸やその肝臓にすごく負担をかけてしまって、結果そのダイエットに成功できない体になってしまうからなんですよ。では入れます。じゃあこういった耐熱容器をご準備していただきましたら、こういった緑茶パックを1つ入れて、でレモン果汁が大さじ1です。で私が今気に入ってるレモン果汁はイオのトップバリューブランドのグリーンアイオーガニックレモン果汁、イタリアシチリア島産の有機レモン 100% のストレート果汁なんですね。でこれちゃんと JAS ジャスマークもついている安心のレモン果汁使ってます。まあ、いろいろねレモン果汁でこういった形で瓶に入ってたりすると思うんですけれども、結構香料、レモン果汁と香料ってこう余計な添加物がこう残念ながら入っているレモン果汁も多いので、まあ、少量であればいいと思うんですが、やっぱり毎日どのものでしたらやっぱりね、そういったものはお体に入れない方が絶対いいです。なので私はこの有機栽培されたレモンの 100% の果汁を使っています。先ほどイオンさんで買ってきたんですけれども、いい香りです。ではここですね、大さじ1杯入れますよ。色もね、なんか本当絞りたてのレモン果汁だなって色なんです。はい、入りました。では最後蜂蜜が大さじ2分の1ですね。こちらもトップバリューさんブランドで買ってきたんですけれども、これはちょっと自宅から持ってきたちょっと使いかけですけれど、でこれ大さじ1なんですね。この半分です。この半分を入れて、で蜂蜜結構冷たい水で溶けにくいですっていうご質問もいただいたので、そういう時は少量の、まあ、50ml ぐらいのお湯で溶いて入れるといいと思いますので、私もそうしたいと思います。お湯が、あ、ちょっと待ってくださいね。すいません、お湯のボタンがちゃんと押せてませんでした、ごめんなさい。ではこういった蜂蜜も直接冷たい水で入れてしまうとそのちょっと溶けにくいので、私はこういった測った後に計量カップに入れて、でここでとお湯を足してですね、きちんと溶いてからこちらに入れてます。まあ、めんどくさいなという方はね、いいんです、どうせ溶けますからいいんですけれども、ちょっと溶けにくいのですぐに飲みたい方はちょっとね混ぜてから溶かしてから入れてみてくださいね。ここまで OK です。ここまで大丈夫ですか。ポイントいろいろお伝えしましたけれども、今お湯が沸いてる音がしてますので、お湯が沸いたら紅茶に入れたら完成なんですね。これは今回緑茶のパック入れましたけれども、ルイボスティーバージョンの時もだいたいルイボスティーってホットタイプのお茶っ葉が多いので、
私がそのアイドル水でこう常温か冷たいね冷蔵庫でっていう時はちゃんと冷水用で作れる、冷水でもホットでも両方作れるそのルイボスティーっていうのがねやっぱり売ってるんですね。で私が気に入っているのが無印良品さんで買えるんですよ。この無印良品さんで冷用とその温かい用ですね、ホットとクール両方いけるルイボスティーがですね売ってます。結構ね多く一袋に入っていてコスパもいいですし、またこのお茶葉もその有機ですごくいいお茶葉使ってらっしゃいます。さすが無印良品さんですよね。なのでもしルイボスティーどれがいいのかなと思ってらっしゃる方は、私は今使っているのはその無印良品さんの有機栽培のルイボスティーのお茶使ってます。ではお湯が沸いたので今からちょっと持ってきますね。お待ちください。ここを先ほど溶いた測った蜂蜜をですねちょっと溶かします。しっかりここで溶かしておいて、で残りのお湯は全部入れましょう。こちらにでもうだいたいお茶がもう全部出たな、色が出てもう飲み頃っていうのがだいたいそうですね、まあ、2分ぐらいですかね。すぐ飲みたい方は2分ぐらい経ったらもう飲んでいただいていいと思うんですけれども、作っておかれてちょっと冷めてしまった時はとにかくホットで飲んでいただきたいので、電子レンジで軽くマグカップに移してチンされてもいいですし、とにかく温めることです。あなたの腸を温めてあげるとその腸が活発に動いて善玉菌も元気になって、もういいこといっぱいですので、もうぜひぜひ、実はもう夏場でもねなるべく冷たいものを控えていただいて、ホットでもしくは常温でっていうことをお伝えしております。じゃあ蜂蜜もうまく溶けましたので入れていきますね。やっぱりこちらの方が早いですね、溶けるのがね。はい、できました。こんな感じです。まだまだ全然緑茶の色が出てませんけれども、しばらく経ったら飲み頃ですよということ。であとここポイントなんですが、お茶の葉はですね入れっぱなしにしない方がいいですよ。なぜかというとそのちょっと雑菌とか傷みやすくなるんですね。なのですぐに全部飲めないっていう方はある程度お茶が出たらちゃんとお茶パックは取り出してあげてくださいね。そうすることで長持ちしやすくなります、イコール傷みにくいということになりますので気をつけてあげてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は飲むだけで痩せるねこのアイドル水の作り方で秋バージョンをお伝えしました。それはなぜかというと、もうとにかくあなたの腸内環境が整えば自然と痩せる体質になることができるからなんです。そのためには腸を冷やしてはいけませんよということをお伝えしました。でまたこちらのアイドル水の材料はすべてあなたの腸内環境を整えてくれる、もう本当にね安心して使える食材ですから、あなたは毎日こう美味しくホットで作りながら飲んでいただいて、ぜひ痩せ体質を手に入れていただきたいと思います。さあこのチャンネルではこのように様々な腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的に綺麗に痩せるを応援しております。でまたこういったダイエット法ご質問ある方は詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、ご登録後直接私までご相談くださいね。この動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。